皆さん、お元気ですか？早くみんなと会えることを楽しみにしています。スクール再開に向けて安全に行えるようにコーチたちも準備してきました。こちらを確認ください。コーチ全員で3密にならないように練習メニューを考えてきました。3ヶ月ぶりの再開となります。急に激しく動くことなく、ゆっくり体を動かし、ボールに慣れるトレーニングから始めていきましょう。練習で使うマーカー、コーンなどの備品も消毒しています。コーチたちも健康管理を十分に行っています。元気な姿でみんなのところに向かいます。みんなにはいくつかの変更点やお願いがあります。まずスクール会場にて体温計測定とアルコール消毒を行い、グラウンドに案内させていただきます。久しぶりに会ったお友達と少し距離をとってお話ししてください。ボールを奪い合う練習、最後に行うミニゲーム。体を動かすことに特化した練習を中心に行ってまいります。以上、確認できましたか？コーチたち全員、みんなと会える日を楽しみにしています。